武田塾に入会金無料で1ヶ月通える冬だけ武田がスタートしました。高校1年生は今すぐ受験の準備を始めよう。受験生向けの駆け込み武田も受付中。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾お茶の水本校教務の菅野です。武田塾チャンネル、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。菅野先生、はい、今日のテーマは大学の公式 YouTube ランキング。何ですかこれは。大学が公式に開設している YouTube の登録者数ランキングを発表していきたいと思います。受験生のみんなとか、まあ、特に高1高2生が自分の進路を選ぶときにそういう大学の公式の YouTube とかあるから、そういうので進路選択の決め手になるんじゃないかと。国公立大学だったら、はい、まあ、授業だったりとかシンポジウムの様子を YouTube に上げていたりとか、はいはいはい、私立大学はもう本当に多種多様で、例えば中央大学だったら地元ケーブルテレビと地の回廊という番組を制作したりしてるんですね。詳しいですね、はい、ランキングということで順番にお願いします、はい、そうですね。ということでトップ3発表していきたいと思います、はい、第3位、はい、近畿大学。近畿大学ですか。はい、近畿大学僕正直1位やと思ってました。皆さん近畿大学の YouTube 見たことありますか。僕2つちょっとピックアップしたいことがあって、はい、まず一番有名なのはキングコング西野亮廣の卒業式のスピーチですよね。出ました。近畿大学は毎年卒業式に、まあ、大物芸能人が来ると、まあ、ピースの又吉だったりとか、あの堀江門だったりとか、伝説的なスピーチが毎年ネットニュースになるぐらいなもんなんですけど、はい、あれ見ました。キングコング西野のスピーチ見ましたね。なんといってもこれ1229万歳再生ですから。すげえわ。であともう一個が、はい、霜降り明星の2人、そのせいやの方が近畿大学出身やったりするんですけど、はいはい、その街ブラロケみたいなのも、あの結構長い1時間ぐらいの長尺で近畿大学おすすめのなんかご飯屋さんを紹介したりとか、教授の紹介したりとか、研究室行ってみたりとか、めちゃめちゃいいなと思ったんで。第2位、京都大学。お、出ました。はい、僕がまあ実際行ってた大学なんですけども、はい、京都大学も YouTube 頑張ってるんですね。登録者何人ぐらいですか。7万5500人ですね。お、結構頑張ってますね、はい、どんな動画が伸びてるのかな。そうですね、はい、まあ、一番多いのが261万再生、はい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 、京都大学経営管理大学院のエンターテイメントビジネスマネージ論、はいはいはい、京都大学もやっぱり大学の授業をどんどん YouTube にアップしてるんだなっていう風のが分かりますね、はい、僕も実際リアルに受けてた火山学の研究者の先生とかが動画上げてたりとかしてたんで。そうなんですね。高校生からしたら大学の授業ってこんな感じなんだっていうね、ちょっと知の部分に触れられる、はい、いいあの YouTube なんじゃないかなと思いますね。そうですね、知の還元ということになりますね、うんうん、第1位、はい、慶応義塾大学。おー、すごいですね。慶応は登録者は何人ですか。7万7100人です。おー、多いですね。多いですね、うんうんうん。まあ、その第1位の動画についてなんですが、はい、こちら991万再生、はい、システム生命論で、はい、意識クオリアとは何か、私の謎を解く受動意識仮説。めっちゃ真面目。コメント欄もめちゃくちゃ盛り上がってるというか、それだけ読むと何言ってるかさっぱりなんですけど。難しいですね。難しいですね。栄養入試志す子とか、はい、まあ、総合型選抜志す子とかは大学の志望理由書とか面接とかってあったりするじゃないですか、はい、自分の興味ある教授とかをこうやって YouTube で探して、はい、まあ、この先生面白いとかで志望理由にするのとかめっちゃいいんちゃうかなと。そうですよね。実際推薦合格した子も具体的にどの教授のどんな授業を受けたいのか、うんうん、ここを明確にしていきましたね、うん、パンフレットとかホームページの表面的なところをなぞってるのって見たらすぐバレちゃうんですよね、うんうん、まあ、こういった動画を参考にしてみるといいのかなと思います。慶応も京大もやっぱちょっと内容難しいですよね、はい、そうですね。大学院の内容なんでかなりレベルが高いですね、うんうん、なんですけどその中で、まあ、内容は理解できなくてもいいから、あ、これ自分理解できたら面白そうだなとか、大学でこういうこと勉強したいなとかっていうのを見つける一つのきっかけにしてもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。そうですね。近畿大学の YouTube の傾向はもちろん真面目な大学の授業のやつもあれば、卒業式のスピーチだとか、芸能人が近畿大学行ってみたっていう企画だとか、音楽とかアイドルとかなんかそういうのも出てたりとかするんで、はい、大学行って勉強勉強ってよりもいろんなことしてみたいなって学生にも合わせた YouTube の戦略を取ってるんじゃないかなという感じがしました。ということで、まあ、各大学いろいろと知ってもらえるといいのかなというところで、はい、まあ、チャンネル登録者数トップ10をこちらです。なるほどね。こんな感じでいろんな大学が YouTube 力入れてるんですね。そうなんですよ。じゃあ本当に受験生の子たちも今進路選択とかはもちろんね、ホームページとかパンフレットとかを参考にしてもらったらもちろんいいと思うんですけど、 YouTube も一つの鍵というか、はい、動画だからこそ見える世界があるってことですよね。そうですね。僕の8年前9年前の受験生時代 YouTube そんな発達してなかったんですけど、僕も活用したことが一個あるんで、はい、いいですか、はい、個人の人が
京大の合格発表の様子とかをこう動画バーって回してて、もう編集も何もされてないですよ。それだけポンって上げてる動画があって、はい、結構回ってたんですよ、再生回数、はい、こんな感じなんかで見てみたら自分のイメトレになったんですよね、はい、合格発表のイメージトレイメトレみたいになったりとか、なんかそんなんも使ったりしましたね、はい、私の周りだと、まあ、そのどんなことしてたかっていうのをこう同級生に聞いたときに、うん、例えば慶応の応援歌とかを YouTube で聞いてたと。あ、確かに、はいはいはい、これ総計でよく聞く話なんですけど、まあ、自分の大学、はい、目指している大学の応援歌を聞いてテンションを上げていくと、うん、これをアラームに設定している人もいましたね、はいはい、あ、いいですね、受かりそう、はい、もう絶対早稲田行くぞ、絶対慶応行くぞみたいなね、はい、あとなんかダンスサークル入りたい子とかだったら、はい、そのダンス動画とか上がってるじゃないですか、はい、チアリーディングとかもそうですけど、まあ、そういうのを見て、うわ大学生楽しそうだなって思ったりとかいいと思いますし、自分の憧れのサークルでもいいし、まあ、こういう今紹介したような授業動画でもいいし、あの大学生活でもいいし、まあ、いろんな YouTube が今本当情報ってすごい発達してるんで、はい、ぜひ地方の子もいろいろ調べて自分の、ね、志望校見つけてほしいなと思いますね。そうですね、武田塾チャンネルもね、もちろん勉強法という意味とか大学の情報とかもね、いろいろ発表していきたいと思うので、ぜひ引き続き見てください。今回は以上です。自宅にいながら武田塾の特訓が受けられる、その名も武田塾オンライン、詳細は概要欄をご覧ください。